M94 は、両剣座にある、渦巻き銀河である。M94 は、セーファート銀河と呼ばれる、活動銀河の一つである。二重のリング構造を持ち、内側のリングでは、爆発的な星形成が起こっている。また、黒目銀河と共に、両剣座愛銀河群、または、M94 銀河群と呼ばれる、銀河群の一員とされることもある。この銀河群は、 乙女座超銀河団を構成する銀河クラウドの一つ、両賢座クラウドに含まれている。双眼鏡では構成が滲んだような姿がわかる。小光系望遠鏡では球状星団のように見える。光径10センチメートルの望遠鏡で中心がよく輝いているのが見える。マラスは光径10センチメートルの望遠鏡で見て相関。中心部が明るくよく輝く。 ここは正常ではないとした。彼のスケッチは腕のようなものが見受けられる。口径20センチメートルでは角ははっきりと見える。この周囲に光が拡散しているがかすかでどのあたりが境界なのかわからない。境界は空の条件によってかなり見え方が違う。1781年3月22日にピエールメシャンによって発見され、2日後に シャルル・メシエによって記録された。メシエは、チャールズの心臓の上、星のない星雲で八番星と並行。中心がよく輝いて、星雲上のものが少しばかり拡散する。ウサギ座の AM79 と似ているが、これよりも明るい。と記した。ジョン・ハーシエルは、不正円形で輝く核。どうにか分解されそうと記している。スミスは、水星上の星雲。 綺麗で青白い。ほのぼしが密集したもののような兆候がある。中央が周囲から少しずつ明るくなっている。視野に数個の星が見え、南側の四分ギ座にあるものは銃声であるとしている。1855年にロス教は核の周りに暗いリングがある。丸くこの外側を明るいリングが取り囲むが破損し、不完全である。この目標は多分過剰であろう。 かすかな星雲上のものがたくさん外周に見られるとした。ありがとうございます。